皆さん、こんにちは、佐野です。今回ですね、久々に、早引きへの道、やってみたいと思うんですが、4回目ですね。で、1回目でですね、ピッキングでリズムを取る。みたいなやつですね。で、2回目が、多弦ノイズをミュートすると。こういう。こういうことですね。になると。で3回目で、バタバタしないフィンガリング。この、こういう風になるとね、ちょっと、指もね、動きが大きくなるので、ちょっとこうして。みたいなことをやりまして。で、4回目でですね、改めて、こう、フィンガリングとピッキングなんですけど、今回、まずハマリングオンとプリングオフですね。やっぱりこう、早く弾くためにはね、とても欠かせないテクニックですね。それと、まあ、Am スケールを使った、まあ、スケール練習になるんですよね。ちょっとやってみたいと思います。でまずなんですけど、この Am スケール。これの、2弦と1弦ですね。で、指はこの人、中指、小指、人差し指、薬指、小指。で、これをハンマリングでやり、で、プリングをすると。こういう感じですね。これもね、簡単そうに見えるけどね、結構きついんですよね、ずっとやると。で、これを、まあ、速さはね、まあ、50っちゃ50なんですけど。今、例えばこう、テンポ170なんですけど。こういうのね、こう、続けてやるわけですよ。で、テンポもね、こう、上げていったりしてね。これ、効きますよ。やっぱりね、こうピッキングするよりね、こうどうしてもこう力がいるんですね。特にプリング。で、これね、中指でこう薬指、中指薬指でね。すごいなんかいやらしいフレーズなんで、やってみてもらえばと思います。で、次なんですけど、これね、なんかピッキングの時もやったと思うんですけど、あれですね、このハンマリングとプリングだけで、で、指を、まあこのね、4本全部使って、こうやってですね、この、これもね、こう、クリーントーンでね、やってもらうと、結構きつさが、ね。しっかりハンマリングして、しっかりプリングしないと。それともう一つですね、音を倍にするパターン。これもね、きついですね。普通ね、弾いてるとそんなに手、指とかね、僕とか疲れないんですけど、疲れますよね、このハンマリングとプリングの練習をやるとね。だから、大人になってからはやってません。はい。でもね、やっぱりね、効くんですよ、こういう練習はね。指にね。でも指も速くなるしね。で、フォームなんですけど、どちらも、このね、前回やったような、この、軽めのロックフォーム。これだとね、こうなっちゃいますね。で、クラシックでやる感じでもないかなっていう。クラシックでもいいんですけどね。それと次なんですけど、Am スケールですね。さっき弾いたね。あれを使って、駆け上がってって、上がって下がる。やつですね。この。まず、まあ、この普通のね、ポジションって言うんですか。よく見る Am のポジションのやつで、やってみますね。で、これちょっとね、テンポ120で合わせてやってみます。
ね、この、ね、ただ行って帰ってくるだけじゃなくて、こういうふうにね、4つの音を一区切りにして、こう、上がっていくと、ね。そうなるとですね、この、結構ね、途中、こう、指使いがね、この、ここが薬指なんですけどね、4弦の7フレット。次が3弦の4フレット言わなきゃいけないんで、小指にして、ね。小指を使ってます。ここですね。はい、あの、異弦同フレット。これをですね、まあ今120ですけど、もちろん速くしていくんですよね。それと、まあノイズもなるべく出さないようにやると。あとなんですけど、同じ Am のスケールですもんね。ポジションがちょっと違うやつですね。今の、まあ、普通のやつだと4弦がね、2音しかないんですね。だからピッキング的にちょっとね、あまり速く弾くには適さない。速く弾かなくてもいいんですけど、もう早弾ける道ですのでね。それで結構この、こうではなくて、この、小指でね、9フレットを押さえるために、最初この、人差し指、中指、薬指。で、ここで、3弦の4に本当は行くんですけど、じゃなくて4弦の9に行くと。そうすると、1本の弦につき3つの音のスケールですね。で、今度はこれで、あの、さっきと同じやつ。ポジション覚えるの大変ですのでね。まあ、指使いはね、先ほどのパターンに比べたらちょっと楽、単純な感じなんですけど、まあ、何せ長いんでね、結構行って帰ってくるとね、これをこう、グリップに合わせてね、こう、なんか他のことを考えながらできるぐらいまでこう、運指を覚えて、でこっちは、ちゃんとしたオルタネートでやると。で、こういうね、5、7、9とかこういう時なんですけど、結構ね、親指をちょっとね、こうあんまりちゃんと下げずに、クラシックっぽい感じで始めちゃったりすると、このね、579とかの時に、まあ、こういうふうに、こうね、最初からこのね、まあ、小指が9フレットの空中にいると。これをどうしてもみんな、結構ね、こういうふうになっちゃう人だよ、この。こうなるとね、こう、まあ、バタバタするんで、この。ですね。あとは結構ね、ピッキングもオルタネート大変なんですけど、まあこれはね、音が4つずつなんで、まあずっと同じパターンなんで、そんなにね、あれかなと。それとあとですね、Am ペンタですね。これをこう音3つずつ、3連符にしてですね、また上がって下がると。これも結構いい練習ですね。これもですね、これは結構早くテンポね、早めにやってみたい練習ですよね。でまあね、まあ、Am に特化して、ね、ちょっとやりましたけど、やっぱこの辺ね、Am のあたりって弾きやすいような気はするんでね。これが Em とかだとね、ちょっとまた。やっぱり A ですよね。そんな感じでですね。まあ、エクササイズですよね。だからこう、毎日、まあ、やると。で、ただね、まあ、いいね、大人の人はね、あんまり毎日基礎練的なことはしないでしょうからね。まあ、だけど、まあ、ギターね、持ってさあ弾くぞとなった時に、ちょっとね、今日ご紹介した中の何かでもね、ちょっと
5分でも10分でも15分でも20分でもギター持ったら最初にやるみたいにし、ね、してもらうと、あとまあできればこうメトロノームクリックに合わせてこう足を踏みながらねこうやってもらうと、それでまあフィンガリングはねメインのあれですけど、こうピッキングもしっかりオルタネイトでやってもらうと、そんな感じでやってもらうとこうペロペロ動いてくるようになるわけなんです。まあすぐにはならないんで、なかなかね結果が出てこないんでね、あれですけど、まあ、地道にやってれば絶対こう出てきますんでね、でいつの間にか早く弾けるとそういうことになりますんで、ぜひやってみていただければと思います。ではまた。